北国新聞ニュースをお伝えします。商店街のイベントで世代間交流に役立ててもらおうと、大学生たちがかつて金沢市の石引商店街を飾ったレトロな看板を再現しました。昔懐かしい看板作りは認定 NPO 法人の首都金沢が企画し、金沢大学融合学域の丸谷幸太准教授と東京工業大学の坂村圭准教授の研究室から合わせて8人の学生が参加しました。学生たちは現地調査や昔の写真などをもとに、石引商店街のそれぞれの店に掲げられた看板を段ボールを使って原寸大で再現しました。出来上がった看板は40種類で、女性が描かれた薬の宣伝をはじめ、和菓子屋やパチンコ店、衣料品店など個性的な店の顔が揃いました。レトロな看板は明日から2日間行われるイベント石引き地引きで展示され、かつてのにぎわいを伝えるとともに世代を超えた交流につなげます。制作に携わった近代2年の鳥倉直さんは、昔から住む人も離れている人も石引きを懐かしんでほしいと話しています。ルビーロマンと同じ名前のブドウが韓国で流通している問題で、石川県は現地の特許庁に対し商標登録の無効を求めることにしました。ルビーロマンは石川県が開発した高級ブドウですが、何らかのルートで流出し、韓国で生産されたブドウがルビーロマンの名前で販売され問題になっています。そこで石川県はおととし10月、韓国の業者が英語で書かれたルビーロマンの商標を使えないようにするため、現地の特許庁に商標登録を申請しました。しかし、すでにカタカナ表記のものが韓国で商標登録されていることが登録のネックになっていました。このため石川県はカタカナ表記の商標を持つ相手に譲渡を求めましたが、進展がなく、商標登録の無効を求める手続きに踏み切ることにしました。この請求が認められれば、韓国内で商標の権利を持つ者がいなくなるため、石川県産の本物をルビーロマンと名乗って販売できることになります。商店街のにぎわいを取り戻そうと、七尾市内にある老舗のろうそく店が和ろうそくを作る体験会を始めました。七尾市の一本杉通り商店街は能登半島地震で打撃を受け、仮設商店街が先月16日に開業したものの、以前の人通りは戻っていません。商店街の老舗高沢ろうそく店も仮店舗での営業が続いていますが、会長を務める高沢義秀さん77歳は、一本杉を訪れる人が楽しめる企画が必要だと考え、和ろうそく作りの体験会を昨日スタートさせました。初の参加者はボランティアのため七尾に来た大阪大学の学生5人で、木製の型にろうを流す作業などを体験し、1人の学生は伝統産業を知る貴重な時間になったと話していました。和ろうそくの体験会は毎週木曜日に開かれ、参加費は1人3000円で予約が必要です。高沢ろうそく店では和ろうそくの絵付け体験も週に3回開いています。加賀市山中小学校の子どもたちが今月下旬の恋恋祭りを前に、新山中節の振り付けを練習しました。
新山中節は山中節をアップテンポにして作られ、その踊りが住民などに20年以上親しまれています。振付教室は今月21日と22日のこいこい祭りを前に、昨日山中小学校で開かれ、4年生以上のおよそ100人が参加しました。教室では舞踊家の秤陽子さんが、白鷺が羽ばたいたりお湯をかけたりする動作をイメージして踊るようにとアドバイスしました。子どもたちは新山中節保存会の会員から手本を見せてもらいながら元気よく踊っていました。新山中節の振付教室は川南小学校と山中中学校でも開かれます。北国新聞社は能登半島地震の被災者や被災地を支援する義援金を受け付けています。義援金へのご協力には4つの方法があり、寄せられた義援金は石川県に届けられます。現金書留の場合は能登半島地震義援金と明記した上で、北国新聞社総務部宛に送金をお願いします。義援金専用の口座に振り込む場合は、事前に受付窓口に連絡をお願いします。ご連絡がない場合、預かり証の交付と記事掲載はできませんのでご了承ください。直接義援金を持参される場合は北国新聞社1階で受け付けます。デジタル決済による寄付は北国フィナンシャルホールディングスの専用サイトをご利用ください。皆様のご支援をお待ちしています。金沢ケーブルのスマートフォンサービス金沢スマホで容量シェアプランのサービスが始まりました。シェアプランでは今お使いのスマホを金沢スマホにした上で、データ通信の容量を分け合うことができます。例えば夫婦2人で4ギガの容量を利用する場合、動画をよく見る妻は3ギガ、ネットで調べ物をする夫は1ギガというように自由に分け合うことができます。一緒に使うことで無駄がなくなり、節約につながります。容量シェアプランでは2ギガ、4ギガ、20ギガの3種類あります。スマホ2台で4ギガのデータ容量を利用する場合2220円、スマホ4台で20ギガのデータ容量をシェアする場合は6180円です。乗り換え時に必要な初期登録料は無料。シェアプランに加入すると金沢ケーブルの高速インターネットサービスケーブル光とのセット割が適用され、毎月1100円割引となります。お申し込み、お問い合わせは金沢ケーブル0120-751-114番までどうぞ。金沢ケーブル加入相談会のご案内です。さあ、四井さん、お得なお知らせはありますか？はい、この3日間はアルプラザ金沢にて相談会を開催いたします。買い物などの空いた時間に相談してみてもいいですよね。で、今回お得はあるんですか？新規ご契約の方には特典を盛りだくさんご用意しています。今回の相談会ではインターネットやスマホの申し込みのチャンスです。お、じゃあどんな特典があるのか教えてください。はい、インターネットに新規ご契約の方には5000円分の平和堂商品券をプレゼントします。さらに他社のインターネットからお乗り換えのお客様には違約金を最大3万円分まで負担させていただきます。お、最大で3万円まで負担してくれるなら、現在他の会社でインターネットを利用されている方は、解約しても安心ですね。さらに平和堂商品券ももらえるんですね。インターネットだけではなくスマホ料金の節約をしたいというお客様もお得ですよ。スマホをご家族で1台だけでも乗り換えでネット料金が月額1100円安くなり、インターネットが最安2950円で利用いただけます。
会場では見積もりもしてもらえるんですか？はい、もちろんです。ぜひご検討ください。また事前に電話で来場予約の上、いずれかのサービスに新規ご契約の方にはサーティワンアイスクリームの500円分ギフト券が当たります。この3日間はアルプラザ金沢にて相談会を開催します。ぜひお越しください。スタッフ一同お待ちしております。はい、四井さんありがとうございました。ネットとスマホのセットでもっとお得にしたい、そんな声に金沢ケーブルが応えます。金沢ケーブルはインターネット、ケーブル光と金沢スマホの双方を新たに契約すれば、ネット料金が月額1100円ずっと安くなるセット割を行っています。例えばケーブル光2ギガで金沢スマホをセットで契約した場合、月額料金は4380円から3280円となります。さらに北陸電力の電気料金を一緒に払う電気&ケーブルまとめ割を利用すれば、さらに330円安くなり2950円となります。このサービスでは金沢スマホの契約者が新たにケーブル光を申し込んだ場合や、ケーブル光の契約者が金沢スマホを新規に契約した場合も適用されます。ケーブル光の新規契約者には工事費最大4万7300円を無料にします。さらに他社からケーブル光に乗り換えた場合は最大で3万円キャッシュバックします。金沢ケーブルのサービスのお申し込み、お問い合わせについては0120-751-114までどうぞ。